これで全員揃ったな。ヒエンさん、マーキュレー軍の連兵が一段落したのでな。ヌシらとの約束を果たすため戻ってきた。ああ、そろそろ説明に入ってもいいか。ええ、お願い。君たちが遺跡から持ち帰ったエネルギーパックを使って、この魔導法は再度使えるようになった。しかし計算してみると1回の使用が限度だ。たった1回なの？こいつは内部に3種類の回路を持っているため、エネルギー消費が激しいんだ。1つ目はエネルギーを使ってある種の呪文を唱える回路。人ではなく機械に魔法を唱えさせるということだな。二つ目は魔法を取り込む回路。先に唱えた魔法を再度エネルギーに変換するのだ。三つ目は変換された魔法エネルギーを発射する回路。直接攻撃を行うのはこの回路だな。魔法を唱えて取り込んでもう一度発射する。わしは魔法のことはよくわからんが、確かにまどろっこしい方法を使っているな。どうしてそんなことをしているんだろう。ほとんど正解だな。なぜこのような面倒な作りをしているかというと、最初のエネルギーよりも魔法を変換した後のエネルギーの方が強力だからだ。小の力で大を生み出す。その点では効率的だとも言えるがな。そんでその魔導法って強いのかな。計算が正しければこれ一発で城壁を壊すことが可能だ。なんと。それほどの威力があるならいくら天使といえどもひとたまりもありませんね。さすが対天使兵器ね。他の遺跡を探せば他にもエネルギーが見つかるでしょうし、そうすれば怖いものなしね。そこで問題だが、標的である天使はどこにいる。あ、そうか。レオニャは知らない。わしも知らんぞ。第一、天使などという存在はここに来てから初めて知ったのだからな。おびき出す？なるほどな。居場所がわからないのならおびき出せばよいだけの話だ。それなら心当たりがあります。今は動いていない研究施設跡を見つけたんですが、その施設を停止させた理由というのが天使に発見されるかららしいんですよ。遺跡を起動したらそれを感知した天使がやってくるかもしれませんよ。なるほど。試す価値はあるだろう。その遺跡の周囲にそこを見渡せる高台などはあるか。ありましたけど、それがどうかしたんですか。狙撃するには見通しのいい場所が必要だろう。いくら魔導法の精度が高いとはいえ、何かに隠れながら撃つような真似は私には無理だからね。私にはってマギさん、もしかして。あの装置の使い方を説明するには注意事項が多すぎるからな。ならば自分でやった方が楽だ。何、遠くから一発撃てばそれで終わりだ。それよりも遺跡を起動する方が危険だからな。そちらは職に任せる。ちゃっかりしてるわ。というわけで出発するときには一声かけてくれ。遺跡に向かうメンバーはどうしますか。あの、天使と対決するなら私も一緒に。あ、それなら僕も。団長の意思ですから。それじゃあもう一人は誰にするの。ではわしらは屋敷で待機しておう。
を見下ろせますね。わかった。私はここに残って準備をする。諸君は遺跡を起動して天使をおびき出してくれ。それと遺跡を起動したらできるだけ早くこっちへ逃げてくるんだ。いつまでもそばにいると天使が遺跡を攻撃した時に巻き込まれるぞ。起動したようだな。さて、天使が来るならどっちから来る？待て、その魔導砲は撃たせぬぞ。誰だお前は？名乗る必要などない。その魔導砲を渡してもらおう。そうすれば命までは取らん。断る。これは天使を倒す唯一の兵器だ。そんなもので天使が倒せると本気で思っているのか。試してみなければわからんさ。私はこれを見つけてきた彼らを信じる。やむを得ぬな。天使が撃つ前に切るぞ。邪魔はさせないわ。お前は？さあ、私が彼を食い止めている間に早く撃ちなさい。すまない。
次の指示をください。了解。魔法いつでも行けます。はい。私だ。何をすればいいですか。はい、任せて。次の指示をください。了解。これで。次の指示をください。了解。魔法いつでも行ける。はい。何をすればいいですか。魔法、いつでも OK よ。次の指示をください。了解。魔法いつでも行けます。はい。何をすれば。はい、任せて。次の指示。了解。ここへ。手伝えることがあるかと思って。私がいなくても天使を倒せたみたいね。おめでとう。ありがとうございます。それにしても天使って何者なんでしょう。あの工場の中にいた天使はわかるんですけど。工場内にあったのは人類が天使を倒すために生み出した兵器。天使に対抗するためには同等の力を持つ者が必要だった。天使に発見されるから工場を停止していたというのはわかります。それでも同時に何箇所かで作り出せれば1工場くらい。その兵器には重大な欠点があったのよ。所詮レプリカはレプリカ、本物にはかなわなかった。逆に操られ人類の敵になってしまったの。そうよ、これ以上敵を増やしたくなかった人類はせっかく作ったレプリカ天使の使用を断念したの。なるほどね。自分で敵を作るような真似はできないもんね。ところで、操られたレプリカを一体倒したわけですが、天使はあとどれくらいいるんでしょう。この世界の天使はもはやオリジナル一体を残すだけだから、その一体を倒せば全て終わるわ。また同じ作戦を取ればいいんでしょ。天使は本当に一体しか残っていないんでしょうか。さっき倒したのがレプリカだとしたら、女性型の天使はどこに行ってしまったんでしょう。フレーネさん、何を言ってるんですか。
何ですか？男女の天使のビジョン。私も同じビジョンを見るのですが、その女性型の天使とさっきのレプリカは違うようなんです。もしそのビジョン通りなら